日本の軍事史は、日本の軍事史について記述するものである。豪族の紙幣が中心だった古墳時代、飛鳥時代の後、律令制の整備に基づく大規模な国家兵力である軍団が設立されおよそ100年続いた。軍団の廃止後、武力は再び史的な在地主体へ戻った。その治安悪化に常時武装、鍛錬した武士の誕生。 対乱鎮圧の功績があった統率者への朝廷からの勲功授与、その武士の武力と主従関係が公的権力となった仏家政権、江戸幕府の分治政治による武力の抑制が行われた。19世紀の国際関係に対応するための近代的徴兵制に基づく国民軍たる帝国陸軍、帝国海軍の設立とその巨大化、 第二次世界大戦の敗戦による日本国憲法による武力の放棄、さらに自衛に特化した自衛隊の創設という流れをたどり、現在に至る。縄文時代に戦争があったか否かに関しては、研究者の間で一致を見ていない。しかしながら、考古学の研究によれば縄文時代に、すでに看護集落の存在が確認されている。これは周囲に空彫や水堀を設けることで、 防御機能を高めた施設を伴った集落の形態である。また、殺傷痕のついた縄文の人骨も全国の遺跡で発見されている。弥生時代の木星甲冑のレプリカ。国立歴史民族博物館弥生時代に入ると、看護集落は一般的となり、また高知性集落も出現することから、戦争も日常的にあったと考えられている。弥生時代の初期に、 朝鮮半島を経由して銅剣が伝来した。伝来時の銅剣は細身で鋭いデザインであり、純粋に武器として使用された可能性が高い。その後すぐに鉄剣も伝来した。大陸や朝鮮と違って銅剣、鉄剣到来の時期的な差が少ないため、銅剣が戦場で使用されていた時期は比較的短いとされる。弓に関しては3世紀の日本を記載した。 義手は神殿に木弓を使用し、その木弓は下部が短く、上部が長くなっている。矢は竹製で鉄、または骨製の矢尻を使うと記されており、数弓の原型がすでに出現していたことが伺える。他に矛を呼び盾が武器として記されている。また銅書は日本には馬はいないと述べている。武具の考古資料としては、漆を塗った木製コート盾が出土している。 縄文時代の殺傷痕は60%が矢尻、26%が石符であるのに対し、弥生時代になると刀剣が54%、矢尻が44%という統計があるる。弥生時代後期には和国大乱と呼ばれる戦乱があったことが、中国の複数の史書に記述が見られる。東京国立博物館所蔵の古墳時代の板子と、まびさし付け株と、 大阪府立地活アスカ博物館所像の復元された古墳時代のサネ鎧と昇格付け兜国宝、埴輪傾向武人。なお、この形式のサネ鎧は奈良時代に炭鉱と呼ばれるものと考えられている。古墳時代に有力豪族は武力を背景にして他の内墳などへ介入することで次第に力をつけていった。また連合を行い、 我が形作られていった。国像の兵力は、歴史学で、国像軍と呼ばれ、中央、地方の豪族が、従者や霊下の人民を武装させて編成し、アスカ時代まで続いた。防御武具としては、鉄製の板甲と兜が出現した。板甲は6世紀には、出土遺物としては見られなくなり、気丈に適したサネ鎧に変わられている。なお、古墳時代の甲については、 末永正雄の体系的な研究以来、番作りのものを炭鉱、小根作りのものを蛍鉱と呼ぶことが一般化しているが、これは、後の奈良時代の文献資料に見える奈良時代甲冑の名称を便宜的に当てはめたもので、今日の研究では古墳時代考古資料の甲冑と奈良時代文献資料の炭鉱、蛍鉱という語が示す甲冑とが、形態的。 構造的に一致していないことが分かってきたため、古墳時代の孔は、板孔、サネヨロイと呼ぶべきとの指摘が出てきている。3から4世紀の遺跡からは、木製の盾が出土しており、5世紀頃になると、鉄製盾が登場した。4世紀末から5世紀の初頭までには、朝鮮半島からの協力により馬を導入し、飼育に適した国内の地を急速に開拓し群馬の、 育成に力を入れた。5世紀までには国内で製鉄が可能となり、鉄製の剣や刀を生産した。和は朝鮮半島に対して鉄素材や軍事物資などを入手する必要上、政治的、軍事的な関与を施行し、奈良時代まで続いたが平安時代になってこの政治姿勢は廃された。4世紀末から5世紀初には和は朝鮮半島に進出し、 クダラとの同盟関係を構築して、白木・高コウクリの軍勢と戦っている。後代王妃に記載される和を、日本の主学者は、大和政権と理解することが一般的であるが、九州地方の地方政権であるとする説もある。また、和は、朝鮮半島南部のミマ真に、何らかの権益を持っていたと考えられている。日本初期によると527年から528年に、 九州で祝いの乱が発生している。これは朝鮮半島南部へ出兵する大和政権軍の新軍を白木から賄賂を受けた畜縮組祝いが妨害したことが原因とされている。この祝いの乱を鎮圧したモノノベアカラヒの属するモノ,ノベ氏及び大友氏が古代の有力軍事氏族、中央皇族であった。モノ,ノベ氏は6世紀の終わりには、 蘇我氏との争いに敗れて没落するが、大友氏は、平安時代初期の関武友においても、大友おとまろが、諸外聖衣大将軍となって、エゾとの戦いに出征している。奈良盆地を拠点とした大和政権は、7世紀初めには、かに12回の制定などに見られるように国家としての体制を整備していった。7世紀半ば、大化の改新によって、 天皇中心の中央集権を進める皇太子、中野大江の王子は律令制を施行した。白月の絵の敗戦以降また、朝鮮半島のクダラが滅亡すると、クダラ復興を目的として、4万7千人の大軍を朝鮮半島に派遣した。しかし、唐と白木の連合軍に白月の絵の戦いで敗北し、朝鮮半島における影響力を失った。 古代、山城その直後は、東、白木の日本列島侵攻も予想され、くだらの技術も使い防衛力を強化した。津島や壱岐などの重要地域に、先森や宝課を設置し、北九州の外交と防衛の拠点である、筑紫太宰には水木を設置した。同様に、紀々、伊予、津王などへも、太宰卒が設置され、古代山城が築かれた。天智天皇の死後、 後位継承をめぐって、671年に、大友美子と大天王子の間に、人身の乱が発生した。1ヶ月にわたって、近畿県各地で戦闘が繰り広げられ、古代最大の戦争に発展した。大天王子は、東海道、東山道の諸国から兵を動員し、大友美子側は、東国と紀微、畜死の太宰卒へ動員を命じた。白のの戦いの敗北により、 国防力の根本的増強が必要とされた。大規模な不評集団戦も可能とする目的で、豪族の兵であった国造軍に代わり、国家が兵士を徴兵し、民政機構から分独立した軍団の組織が始まり、各国に駐屯することとなった。立領制が7世紀後半に本格的に導入されると、軍事制度も整備され、中央管制の兵部省が設置され、 徴兵を可能にする戸籍の整備が進んだ3人に1人が兵士として挑発される規定であった。徴兵された兵士は各地に設置された軍団に配属された。原則としては現地勤務であるが一部の兵士は宮中警備を担う兵士と九州防衛を担う先森となった。一個軍団の兵員数は200人から1000人の間であるが1000人を超える例も存在したと 考えられている。軍団は3から4軍ごとに設置されており、九州では各国に2から4個軍団が置かれていたことが記録に残っている。軍団兵士の数は20万人に達したとの見方もある。ただし、軍団の兵士は交代で勤務しており、通常の兵力は定数の数分の1であった。なお、エゾと対峙する道の区国には、軍団とは別に、 鎮守府に属する鎮兵と呼ばれる固有の兵力が常設配備されていた。鎮守府は初め多賀城に置かれ、後に伊沢城に移された。多賀城は防御のために周囲を長大な柵で囲まれていたが、この内部に道の区国府が置かれていた。この他にも江戸に対する備えとして、軍事、行政機能を有する多数の城作が築かれた。 古墳時代以来の地方市町村に出自する軍事の指定は指揮及び騎兵の役についた。キューバが得意なものは騎兵とすることとなっていた。騎兵は基本的に厩舎騎兵であるが槍を扱う突撃騎兵も存在したと推定される。一般の軍団兵士の大多数は不評であったと考えられる。軍団兵士は自弁で弓や大刀、 小刀等を用意する必要があった。その他の緩急の武器として、鉾や石弓があり、石弓に関しては、体格と腕力に優れたものが、体ごとに、各2名ずつ選ばれて、いての教育を受けた。石弓は朝鮮を経由して、日本へは古くから導入されたが、威力向上の改良が行われた。奈良時代、平安時代前半の甲冑については、 聖武天皇法御七十七回期にあたる天平商法八年六月二十一日に光明皇太后が皇帝の遺品を東大寺に献納した際の目録東大寺建物帳に炭鉱、傾光の名が見える。延長五年成立の演技式にも見えることから十世紀代までは存在していた甲冑形式と考えられている。実際にどのような姿であったのかは 異物が小ネの残血程度しか残っておらず明確ではなかったが今日の研究では炭鉱は銅丸式傾向、傾向は打ちか掛式傾向と呼ばれる形態だったと推定されている。また、鉄製以外のものではメンフスマコ、メンフスマ,フスマカブトや革製鉱が使用されていた。遠征軍が組織される場合は兵衛1万人以上なら将軍一人、3軍ごとに 大将軍一人を置くこととなっていた。実際には三軍からなる、遠征軍が編成されることはなかったが、大規模な軍や三位以上の者が軍を指揮する場合には、大将軍の故障が用いられた。著名な例としては、8世紀終わりから9世紀初めに、かけての道の区国でのエゾに対する戦争で、正位大将軍に任ぜられた、坂の上の田村マロがある。なおこの頃、 中国から標法が伝わっている。俗に本記によると、太宰府にあった、キビ・マキビのもとへ、760年に、孫子の標法を学ぶために、下級武官が派遣されたことが記されている。マビワ764年に起きた、藤原仲丸の乱では、孫子の標法を実践に活用したとされている。軍団制度及び律令制は、大規模不標軍を持つ。 中央集権国家を作り、東や白木にも対抗及び出兵可能とする古墳時代から続く政治外交方針に基づいたものだったが、奈良時代末期、平安時代初期にこの方針の見直し撤廃が行われた。鉄の入手も、砂鉄を精練し国内自給するめどがついていた。また、東や白木から侵攻される危険も減り、軍団維持の必要性は薄れてきた。朝廷内、 貴族層で軍団の廃止が議論されるようになった。また、江戸の優れた騎馬戦闘術が軍事層などへも拡散するなどで、各国内で在地の武力層が強力化するとともに、治安が次第に悪化し、軍党に対する治安維持の必要性の比重が高くなった。そこで、792年、関武天皇により、道の苦国、出羽国、佐渡国、 再開道諸国を除いて軍団は廃止され、一般農民らの兵役の負担はほぼ廃止されることとなった。代わって、各国内でキューバに優れたものを選抜する、検事の性が敷かれ、各国内の治安維持に当たった。検事になるためには、経済力と武芸の訓練を行う時間が必要であるため、古墳時代以来の地方市町村に出自する軍事の指定と、新たに、 地方経済の発展により成長を遂げた不合白症のみが対象となった。また、国史の管理下の遺廃不臭も武力として動員され、不臭の反乱、白木の入港などの際に活躍した。検事の定員は国ごとに30から100人程度と数千人に達する軍団よりはるかに少なく試練を行って一人をもって100人に当たり得る。 強力な兵士となることが求められた。これら剣士は旧車騎兵であり、職能的には時代の武士と連続性を持つと言える。少数精鋭化が実施されたとはいえ、剣士を動かすには国画を通じて、中央の承認を得る必要があり、運用の柔軟性が向上したわけではなかった。なお、先森に関しては、東国からの徴兵は廃止されたものの、 9世紀初めから10世紀終わりにかけて、しばしば白木の海賊が九州を襲ったため制度、自体は存続し、九州の兵士がそれに挙げられた。古代末期から中世初頭にかけて、個別人心支配を原則とした、律令制度は機能しなくなり、土地課税原則の王朝国家へと変質した。中央から派遣された国士は、 土着の豪族である軍事や富豪白姓を通じた支配を行った。国師は実績を上げるため、軍事、富豪層へ過度な要求を課することが多くあり、これに対する軍事、富豪層らの抵抗が、軍統海賊という形態で現出した。これに対しては、検事の制度のみでは対応することができず、富豪百姓が自衛のために武装して対抗した。朝廷は国が 受領に対して軍事権に関しても裁量を許すこととし、国家はこの在地武力層を兵力として取り込むことが認められた。これは国家軍政と呼ばれている。この兵力も同じく軍事、不合層であった。旧世期末に東国で官票、演技東国の乱が発生すると、朝廷は発兵などの裁量権を受領に与えるとともに、 追いぶ府を国外へ発給した。大乱へあたる、追いの責任者には、在地武力層の統率力を養った国士や、皇族の末裔が任命された。おもだかおどしを鎧、ろい官票演えん国くの乱の鎮圧に勲功を挙げた、武力統率者である、官票演ょうえ行者が最初期の武士であったと、考えられている。武士は、他と奮闘として、電磁経営に、 経済基盤を置きながら、受領の下で治安維持活動にも従事するという新たに登場した在地階層と皇族の羊を持つ武力統率者が融合した組織だった。在地武士たちは戦力を一定以上確保するために、自らに従う者を労働と呼んで、主従関係を結び、また血縁関係者である家の子も合わせ、武士団が形成されていった。武士は、 堀と土塁を巡らせた屋敷を拠点とし、汽車戦闘を実施した。この頃、丸木弓に代わり、木と竹を張り合わせた合成弓が出現した。また、汽車戦闘に適した大鎧が開発された。刀も、それまでの時期刀から、蝦夷のわらび手刀の影響を受けて、馬上での使用に適した湾曲した刀、すなわち、日本刀が誕生した。このような新装備のため、 武士の戦闘力は格段に向上した。十世紀中頃に平野正門や藤原住友が朝廷に対して反乱を起こし鎮圧された。朝廷は鎮圧に功績のあった者たちを受領級の中、下流貴族に昇進させた。この理由は彼らを国家の重要な役割として認めるとともに従来の不遇に対する不満が 乱の原因になったとの認識があったためである。この結果、十世紀後半の貴族社会において、上平天行の乱の訓功者とその子孫たちは軍事に特化した家系、すなわち、兵の家として認知されるようになった。幹部兵士、清和源氏、秀里流藤原氏が代表例で軍事貴族としての地位を築いた。清和源氏の川内源氏は、源頼信、源、 より近の時代に、平忠恒の乱を平定したことで朝廷から高く評価された。また関東における官武兵士の基盤も受け継いだ。会場でも陸上と同じように武力を持って、漁業とする集団が登場するようになった。彼らは水軍と呼ばれ、平時には海、上の席を設けて、捕別船などの通行量の徴収や金銭を代償に取った。 船舶高校の警護を行ったが、海賊となり、略奪行為を行うこともあった。戦時には、陸上勢力に協力し、自称、樹衛のラインや、南北朝の動乱には、両勢力とも水軍を利用した。武士と並んで、中世の軍事力を支えたのが総兵である。広大な事領、心療を有して、経済的に豊かであった自社は、自身を防衛する武力を保持する必要が出てきた。 京都、奈良の大寺院の雑役に服する大衆が自衛武装したものが、僧兵の始まりである。平安時代末期には、強大な武力集団となり、幸福寺、遠暦寺、恩城寺、東大寺などの寺院を拠点として、寺院同士の勢力争いや、朝廷や、接管家に対して、豪奏を繰り返した。持ち人王の挙兵では、平家とも争った。 中央から離れた地域でも有力自社は軍事力を持ったり、地元軍事力と結びつき、当時のパワーバランスに大きな影響を及ぼしていた。原兵の騒乱の時には、熊野水軍を取り仕切っていた熊野別島に対し、双方から政治的な取引がなされた例などが著名である。騎馬戦闘を主とする武士の弓矢に対し、徒歩戦闘主体の総兵の主力武器は薙刀であった。 中国に留学した僧が、ながら武器であるたちを伝え、これが変化して、薙刀になったという説もある。平安末期になって、武士も、徒歩戦闘を行うようになると、徒歩武者も薙刀を使用するようになった。平時、物語絵巻。弓矢を持つ、騎乗の武士と薙刀を持つ徒歩の武士が描かれている姓は、源氏の内川内源氏は、前九年の役や、あと三年の役を通じて、 関東地方の武士と主従関係を結び勢力を拡大していった。また官武兵士の内伊勢兵士は、院や朝廷の徴用を受けることとなった。対照的に、川内源氏は、源の義家以降に次第に徴用されない傾向があった。12世紀半ばに、とで、方言の乱、平時の乱が起こった。前者は、後位継承問題や、 摂棺家の内紛が原因であり、後者は陰近信羅の対立により発生した乱であるが、中央の政治権力の争いが武力で、解決されたのは藤原中丸の乱以来およそ400年ぶりのことで、あった。両乱に、功績のあった平野清盛は三議に任命され、武士で初めて苦行の地位に就いた。やがて一門からも苦行、天上人が排出し、 兵士政権が誕生した。現在ではこれを最初の武家政権と見る説が有力である。自称3年の政変で、後白河法皇の院政が停止され、平家一門は全国のおよそ半分にあたる32カ国を治療国とすることとなった。兵士の治療国の増加は、全国各地において国が権力をめぐる在地勢力の混乱を招いた。 東国においてはそれまでの旧地業国主の元国家を掌握していた在地豪族が退けられ、新たに地業国主となった平氏と手を組んだ豪族が勢力を伸ばすなど、国家権力をめぐる在地の勢力争いは一触即発という状況となった。殿下の元信が、源平合戦図病部赤間神宮所蔵団の裏の戦い、改戦このような中、後白河法王の御子である。 持ち人王が平家に対して拒兵した。東国でも伊豆に配慮されていた源頼朝が拒兵し、1180年から1185年にかけて源平合戦とも呼ばれる事象、樹影の乱が発生した。この内乱は東北地方を除き、ほぼ全国規模で行われた。頼朝は参家の武士に対して独自の本領安土や占領した土地の給付などを実施し、 これをてこにして大軍が長期戦に耐えうる軍勢の確立に成功した。これに対して平家は事業国からの動員を図るなどしたが、十分な兵力の確保はできなかった。平家に勝利した頼朝は、さらに欧州藤原氏を滅ぼして鎌倉幕府を開く。従来から武士の主従にはご恩と方向という関係があった。ご恩とは主人が、 従者の所領支配を保障すること、または新たな土地給与を行うことである。方向は従者の軍役、経済負担などである。鎌倉幕府の成立によりこの関係は公的なものとなった。鎌倉殿と直接主従関係を結んだ武士は御家人と呼ばれたが、関東地方で一国数十名、地方では一国あたり十名程度であり、 御家人は武士の中でも非常に限られた階層だった。鎌倉幕府は当初は東国の地方政権を目指したが上級の乱の後はその支配を全国に及ぼした。幕府が任命した死後が全国に派遣されたが死後の職償は軍事、警察的な職務に限定され国司の職権である行政への関与や国画領の支配は禁じられていた。 文衛の役における取り替え方の戦い。元軍に突撃する、竹崎末永と応戦、敗走する元兵。幕府の軍事制度は首雷による原稿に対する防衛でも活用され、1274年の文衛の役では、博多に上陸した元軍の進撃を内陸部で阻止し、1281年の公安の役では事前に御家人を動員して、防類を建設し、 本土への上陸を許さなかった。しかし、戦いには勝利したものの、鎌倉幕府は、報酬として御家人に与える領土を獲得したわけでは、なく、御恩が十分でないことに対する不満が生じ、鎌倉幕府の弱体化の一因となった。なお、この当時の甲冑や刀剣は、明智義や正宗などの名工や、単野集団によって行動化されている。 黒い肩つまどり移動丸鎌倉時代後期になると、北条独創家による権力の独占、現行以来の政局不安など、幕府は次第に武士層からの支持を失っていった。また、諸国では悪党の活動が活発となった。このような中、後醍醐天皇は悪党の楠の木正茂や幕府側の御家人である、新田義貞、足利高氏らの協力を得て、 1333年に倒幕に成功する。倒幕後、後代醐天皇は天皇神聖による政治を復活しようとした。しかし神聖では、公家が優遇されたために武士らの離反を招いた。足利高氏も離反し、一旦は敗れて九州に下ったが再度京都を脱回した。高氏は室町幕府を成立させ将軍の下で新たな政治秩序を構築した。 一方、五大五天皇は、吉野に逃れ南朝を開き、その後50年以上にわたって、南北朝の騒乱が続いた。戦乱は地方にも及んだため、武士は遠隔地への長期遠征を余儀なくされ、領地の支配、特に地方に分散した領地の支配が難しくなった。これを防ぐために、武士間による領地の売却や交換が行われ、領地の一円化が進んだ。 戦費を調達するために、室町幕府は、荘園、公領の年貢半分の徴収権を守護に認めたため、守護の経済力は向上した。また守護は、地方の武士と直接的な主従関係を結ぶようになり、後の守護大名への発展の基盤ができた。他方、公家の力は低下していった。鎌倉末期から南北朝にかけての戦力は、正規の武士に加えて、 信ぶせと呼ばれる農民から徴収される兵から構成されていた。兵力の大規模化とともに、従来の騎馬戦闘に代わって、集団戦、接近と補戦が、坂になり、上級武士の間では銅丸、腹巻きが多く用いられるようになり、騎馬戦闘に特化した大鎧は、廃れていった。また、なぎなたに代わって、集団戦での使用に適した槍が使用されるようになった。 現行の乱において、楠木正きは山城である、千早城に牢城し、鎌倉幕府の大軍を引きつけた。当時の工場戦術は未熟であり、山城を早期に落城させることは困難であった。南北朝時代においても、戦力に劣る南軍はしばしば山城を利用した。その後戦国時代にかけて、山城は防御戦闘の中心的役割を果たすことになる。三大将軍。 足利義満の第二、南北朝は統一され、幕府は全国を掌握した。鎌倉幕府と同じく、室町幕府も各国に守護を派遣したが、次第に守護の権限は拡大されていった。やがて守護職は世襲されるようになり、守護大名が誕生し、守護領国制と呼ばれる地方支配体制が確立した。中央においても幕府はいわば守護大名の、 連合政権の様相を呈するようになる。有力な守護大名は数カ国を両国とし、その軍事力は幕府を上回る場合すらあった。南北朝が統一された後もしばしば戦乱は生じていた。1467年には有力守護大名である三明軍と細川軍が京都で武力衝突した応仁の乱が発生し、戦争は 京都から地方にまで拡大した。武装した農民であるブセリは、室町時代に頻発した土一揆の中心兵力となったが、その一部は守護大名に雇用され、軽武装の不評である足軽となった。応仁の乱では足軽集団が奇襲戦力として利用されたが、足軽は忠誠心に乏しく無秩序でしばしば暴徒化した。ひなわ重党性不足の一種である。 南蛮道具足。東京国立博物館所蔵、応仁の乱により、室町幕府の権威が失墜すると、中央権力と一線を画し、守護貢献のあるなしに関わらず、一定地域を統一する権力を有する、戦国大名が出現した。戦国大名は有力国衆など悲観、家臣の統制を強化し野中を構成し、両国内において、 地業校に応じて軍役を課す神高性を確立した。戦乱は日常的となったが、戦国時代も後半になると、武田信玄、上杉謙信、毛利元就、北条氏康など、数カ国の両国を有する強力な戦国大名が出現し、数万の兵力を運用できるようになった。このような中、尾張の織田信長は、兵農分離に基づいた軍勢を用いて、 勢力を拡大し、機内を中心に平定し、室町幕府をも滅ぼした。戦国後期になって、集団戦が本格化、大規模化していくと、足軽が重要な役割を果たすようになった。初期の足軽は傭兵であったが、やがて戦国大名は、治療の農民から足軽を重募するようにり、正規戦力として整備されていった。戦国時代の戦闘は、 備えと呼ばれる300-1000人程度の集団を基本単位として行われたが、備えは、騎馬武者、トム者に加え、訓練された、長装弓、鉄砲の足軽隊が組織されたものであった。大大名はいくつもの備えを編成し、それを組み合わせて使用した。例えば、姉川の戦いにおいて、織田軍は13段の備えを有していた。なお、 江戸時代には1万国以上を大名と呼んだが、これは独立した備えを編成するには1万国以上の領地が必要なためである。戦国時代には統制具足と呼ばれる、より機能性の高い甲冑が使用されるようになった。足軽もお菓子具足と呼ばれる甲冑を使用した。また武士が戦場で使用する武器は、これまでの弓矢から騎馬武者、 トムシともに槍に変わった。弓矢は足軽の武器となったが、後には当選武器として鉄砲が加わった。鉄砲は1543年に種ヶ島に漂着したポルトガル人が持っていたものであるが、製造技術が日本に伝わると、鉄砲は急速に普及していった。国とも、日野、根頃、境が鉄砲の主要生産地であった。 鉄砲は弓に比べると長い訓練を必要としないため、鉄砲の普及は大部隊の編成を容易にした。黒色火薬も国産化されたが、その原材料である小石は輸入が主であった。大砲も輸入されたが、いくつかの白攻めに使われた程度で普及はしなかった。当時の大砲の砲弾は実体弾であり、運搬の困難を考えるとメリットが少なかったためと考えられる。 火薬を使用した武器としては、他に砲落玉という大型手榴弾があり、主に船草や白攻めで使用された。また、戦国末期には、防備屋というロケット弾が発明され、島原の乱では、反乱軍側が使用したとの説もある。信長の死後、小田氏の家臣の一人である、橋場秀吉が、小田家の内紛を治め、信長の事業を引き継いだ。秀吉は、九州及び、 関東以北を残す日本の中央部を統一した1585年に関白となった。この関白の権限をもって九州における戦闘の中止を命令したが、これに従わない島津市を20万の大軍で撃った。また、後北上氏も総部事例に従わないことを理由に責め、これを下した。さらに、秀吉は中国大陸への進出を計画し、朝鮮半島に出兵するが、 足掛け7年に及ぶ、この戦役は、秀吉の死去により終結した。秀吉は、全国を統一すると各地で、対抗検知を実施し、それまでの複雑な土地所有関係を整理し、土地制度を一新した。これにより、平安期以来の荘園制度は、完全に崩壊することとなる。また、従来の神高制に代わって、国高制が採用され、軍役も国高に基づいて課された。 例えば、朝鮮への出兵に際しては、九州の諸大名には1万国あたり600人の動員が命じられた。他方、農民に対しては刀刈りを行い、百姓身分から大統権を奪い、百姓には原則として脇差しのみの一本差しを認め、裁判による紛争解決を進めつつ、武器使用を規制するという兵農分離を進めた。従来平役においては、 ある程度の地位以上の場合は、兵糧の持参が原則であったが、豊臣政権では、検知による財政強化もあり、軍役の際に参加する大名に、兵糧を給付することが可能となった。例えば、九州政伐では、兵30万人と、馬2万頭の1年分の食料を調達しており、小田原政伐では、駿河江尻に、兵糧米20万国を開港している。しかし、 この兵糧を前線まで運ぶのは各大名の責任であり、その運搬能力が十分ではなく、九州の役では軍勢が日向に入ったあたりで食料が続かなくなっている。同様の問題は文禄の役でも発生しており、富山までの食料の補給、備蓄は豊臣政権の責任で行い、実際十分な補給、備蓄があったものの、半数にや他の前線までの輸送は、 各大名が責任を負っており、前線までの補給は十分とは言えなかった。兵糧等の輸送は小二打隊が担当したが、お牛宗来は、戦国の自分に車なきとしており、打災、または妊婦により輸送が中心であったと思われる。近世城閣の代表例である、姫路城、秀吉の死後、再び内紛が勃発し、1600年の関ヶ原の、 戦いで勝利した徳川家康は1603年に江戸幕府を開き、1615年の大阪の陣での勝利で豊臣氏を滅ぼした。応仁の乱以降150年もの間断続的に続いた大規模な戦乱はこれで終了した。その直後に一国一条例が出され、国内に3000近くもあったと言われる城郭が約170まで激減し、各大名は 爆藩体制の下で統制されることになった。三大将軍、徳川家光までの知性は、武断政治とも言われ、江戸幕府の基盤を固めるための時期であり、幕府に逆らう大名、あるいは武家諸法との法令に違反する大名は、審判、不代大,大名、戸様大名の区別なく容赦なく改役、原法の処置を行った。家光の死後は、文治政治へと転換し、 1639年に島原の乱が発生した後は200年以上戦乱が起きることはなかった。また、家光の第に、いわゆる鎖国が始まり、1635年には九州地方の大名の衆院選貿易への関与が禁止され、貿易の実務は長崎の有力な商人と長崎に集中された中国人オランダ人の間の民間貿易で、 実施されることになり、長崎奉行は貿易の管理と統制に専念するようになった。家光はオランダから給砲を輸入したり、中国大陸で清と戦う名への援軍を検討するなど軍事面にも関心を持っていたが、家光の死後は、幕府の軍事面への関心は急速に薄れていった。幕府の軍事組織としては5番方があったが、次第に形外化していった。 幕府陸軍不評の超連風景1859年型四金三方爆府海軍の海洋丸。1990年に復元されたもの、函館湾海戦。上陸支援艦砲,砲射撃を行う新政府軍のカス丸。鋼鉄艦軍地面での近代化は幕末に始まった。18世紀の末から19世紀の初めにかけ、欧米の艦船が、 日本の周辺に出没するようになると、解剖論が議論され、砲台の整備も行われるようになった。1854年にアメリカとの間に、日米和親条約が結ばれ鎖国が終わると、翌1855年に、幕府は長崎海軍練習所を開き、近代海軍である幕府海軍が設立された。また1862年には、幕府陸軍も設立された。 訓練はヨーロッパの軍事書籍を参考にして行われていたが、1867年にはフランス軍事顧問団が招兵され、本格的な訓練が開始された。ただし、幕府陸軍はあくまで従来の軍政と並立する組織であった。1858年には日米修好通商条約をはじめとする安政後、過酷条約が結ばれ、日本は本格的に開国し、 世界経済の中に巻き込まれていく。自由貿易の開始により、近代的な蒸気軍艦、大砲、小銃なども輸入された。当初は武器の輸入は幕府に限られていたが、やがて大名にも武器の購入が認められ、特に西国の大名は反兵力の近代化を進めていった。1865年にアメリカ南北戦争が終了し、大量の銃砲が余剰となったことも、 武器輸入が急増した一員であった。幕府は安政後過国条約調印に際し、朝廷からの直居を得ようとしたが失敗し、幕府と朝廷の関係は悪化した。また上位派にとっては、朝廷という支えができることとなった。幕府は朝廷との連携を模索して、後部合体を実施したが、後部合体自体により、朝廷から将来の上位を約束させられる始末で、 上位派を抑えることはできなかった。このため、開国後の対外政策に一貫性を欠くこととなり、加えて、幕府内の開国派は、安静の大国で失脚しており、幕府は諸外国からの信頼も失ってしまった。上位派の中心は、長州藩であったが、長州藩は、金門の変や第一次長州征抜での強順で、一旦力を失った。しかし、当初は、 幕府側に立っていた薩摩藩は徐々に反幕府的な立場に変わっていき、ついには薩長同盟が成立する。幕府は第二次長州征伐を実施するが、薩摩をはじめとする多くの大名が出兵を拒否し、幕府はこの戦争に敗北した。徳川家持の死去により、徳川義信が将軍になると、幕府は一旦勢力を回復することに成功したが、 逆に、薩長の倒幕の維持を強くすることとなった。吉信は前、土佐藩主、山内陽道の案を入れ、大政奉還を行い内戦の危機を回避しようと、したが、朝廷は、王政復古の大号令によって、幕府の廃止と新政府樹立を宣言した。薩長を中心とする新政府と幕府の武力衝突は、避けられないものとなった。1868年1月、戸場。 不見の戦いが発生した。幕府軍は、幕府陸軍と、旗本、審判、不代大,大名の混成軍であったが、戦闘になることは予想しておらず、兵力においては上回っていたものの、組織的に攻撃する新政府軍に敗れた。この中、幕府陸軍は、薩長と互角に戦ったが、吉信は、朝敵となることを恐れ早々と教順し、小栗田魂ら主戦派を、解任。 さらに、継戦を進めるフランス公使レオン・ロッシュの意見も、知り添けた。このため、幕府陸軍、幕府海軍とも、新政府軍との本格的な戦闘を行うとは、なかった。幕府は新政府に教準し、江戸城無欠会場が行われたが、東国諸藩は、大レ列藩同盟を組織し、新政府軍と引き続き戦った。しかし、列藩同盟諸藩は新政府軍と比べると装備に、 おとり、将内藩を最後に降伏した。また、江本武明を中心とする幕府の脱走部隊が、函館政権を樹立したが、これも翌年には鎮圧された。これらの一連の戦争は、母親戦争と呼ばれている。幕末は、小銃の技術革新時期であったため、日本にも各種の小銃が輸入された。最初に大量に導入された、洋式小銃は、ゲベール銃で、 ひなわ銃と同じ前装式格好銃であるが、来館式の発射機構を有していた。後には、国産のひなわ銃もゲベール銃に改造されている。続いて、ミニエ銃が導入されたが、これは重心にライフリングを刻んだ銃であり、威力が大幅に増大した。ミニエ銃の一種であるエンフィールド銃が、南北戦争の終結により大量に払い下げられ、 日本にも約5万丁が輸入され、母親戦争の主力小銃として使われた。ボルトアクション5層式不標銃である1866年式、シャスポー銃も、バックフリック軍の伝習隊に配備された。またエンフィールド銃を護送式に改造したスナイドル銃も輸入、国内改造され、母親戦争後期には、薩摩軍の主力小銃となった。プロイセンのドライゼ銃も輸入されている。 また、洋式銃は、銃剣の装着が可能という特徴があった。大砲としては、オランダ製の十二ドイム球砲やフランス製四金三砲が使用された。幕府の関口製造所や薩摩藩の修正館では、方針切削用の工作機械を輸入し、四金三砲を国産している。他方、当時欧米で普及していた野砲は、牽引に、 通常6頭の馬を必要とし、当時の日本では調教された馬の確保が困難であったためあまり使用されなかった。洋式海軍の整備も急速に進んだ。幕府は64隻、初版合計で127隻の洋式艦船を取得していたとの最近の研究がある。多くは中古の商船を購入して大砲を据え付けたものであったが、 幕府海軍の富士山丸や海洋丸は軍艦として米国及びオランダに発注されたものであった。特に平木高丸は排水量2590トンと大型でペリーの黒船に匹敵する大きさであった。また小型ではあるが純国産の蒸気軍艦である千代田型も建造されている。さらに幕府は米国から装甲艦ストーンウォールも買い付けたが 日本到着は、母親戦争勃発後であり、結局新政府に引き渡された。造船所としては、佐賀藩の三越海軍所や、幕府の長崎製鉄所が設立されたが、幕府は、さらに大規模な造船所である横須賀造船所の建設にも着手していた。しかしながら、完成は明治になってからで、後に横須賀海軍交渉へと発展した。また、幕府海軍訓練のために、 イギリスからトレーシー顧問団が招兵されたが、母親戦争により本格的な訓練はできなかった。1853年7月にマシューペリー帝督が初めてエドワンを訪れたため、日本は日本を使用する不平等な条約による西側の執行を防ぐための産業力及び軍事力を書いていた。日本軍は分散化された。大名は不平等条約として知られる。 アメリカ人とのいくつかの条約に署名するよう圧力を受けていた。日本は西側の帝国軍によって植民地化された他のアジア諸国の運命を避けることを決めた。日本人と明治天皇の政府は日本の独立を維持するためには近代化され西部の植民地の力に匹敵する必要があることに気づきた。年徳川慶辞任し、 徳川王朝と最後の幕府は終わった。明治維新は明治天皇のもとで実用的な能力と政治体制を回復した。これは江戸時代後期から明治初期にかけて日本の政治社会構造に大きな変化をもたらした。日本は世界中から知恵を集めることに着手し、軍事、社会、政治、経済改革の野心的なプログラムを開始した。 日本は孤立した封建社会から近代的な工業化された国民国家と列強に一世代で急速に変化した。長い平和期間の後、日本は西洋の武器を輸入し、現地で生産し、最終的に日本のデザインの武器を生産することにより、すぐに再編成され近代化された。日露戦争後、日本はヨーロッパの国との戦争に勝った最初の近代的な アジアの国になった。1902年、日本はヨーロッパの国であるイギリス帝国との相互防衛協定に署名した最初のアジアの国になった。日本はアジアにおける西洋帝国主義の影響を受け、日本は植民地支配力として参加し始めた。日本は世界的な植民地化競争に参加した最後の主要国だった。日本は 植民地化により1895年から1942年に急速に拡大した。市ヶ谷陸軍士官学校明治新政府は幕府の開国派が提唱していた布告共兵策を引き継ぎ、軍備の近代化を進めていく。1869年に兵部省を設置し、1872年には海軍省及び陸軍省に分離された。 さらに1878年には陸軍省から参謀本部が独立し、1886年には参謀本部海軍部が設置され、軍政と軍令が分離されている。陸軍は1872年に第二次フランス軍事顧問団を、海軍は1873年にイギリスからダグラス教官団を招いて近代軍の制度的基盤を構築した。 1874年には陸軍士官学校が、1876年に海軍兵学校が設立された。明治政府の直轄軍事力は、当初薩長度の藩市中心にした御神兵のみであったが、廃藩地県後の1871年に四個の賃代が整備され、各藩が保有していた軍備は廃止された。賃代兵は当初は、士族の士官兵により構成されていたが、 1873年には、徴兵令が交付されるとともに六個鎮台へと拡張され、国民軍への移行が始まった。翌1874年には、新政府発の外政となった台湾出兵が行われたが、派遣兵力は、鎮台兵一個大隊。九州で長母した氏族からなる一個大隊で、鎮台兵も、氏族中心の構成であった。なお、 この出兵に対して新国は積極的な対応を取らなかったが、これは日本海軍が2隻の鋼鉄艦を保有していたためで、これをきっかけに清は海軍の増強を開始している。1877年の西南戦争でも近代兵に加えて士族の長母兵が参加した。百八十五年には陸軍大学校教官としてドイツからメッケル少佐が招兵され、 その後の帝国陸軍の基礎が作られた。メッケルの指導もあり、国内治安重視の賃貸制は1888年に、外政も可能な師断制へ移行された。1889年の徴兵令の改正によって、当初あった徴兵免除の規定も徐々に縮小、廃止され、ほぼ国民開閉制が実現できた。海軍は、横須賀、呉、佐世保、舞鶴に、 陳寿府を設置し、さらに各陳寿府に海軍交渉を併設して、艦艇の建造、修理を行うことを可能にした。村田中の一斉射撃を行う帝国陸軍不評防護巡洋艦、橋立。32センチメートルが、寧法一門装備挑戦においても、上位思想が盛んであったが、明治政府は、高下島事件をきっかけに、日朝就航状況を締結し、 朝鮮を開国させ、その近代化に影響を及ぼそうとした。しかし、1882年の人後事変をきっかけに、日本の影響力は低下し、朝鮮の内政、外交は、急創四国である清に握られた。清に対抗すべく、日本は1883年から、軍拡8か年計画によって、国家予算の20%以上を軍事費に回し、 軍備の拡張に努めた。1894年に交互農民戦争が発生すると日清両国はその鎮圧を名目に出兵したが7月25日に豊島沖海戦が発生7月29日には陸上でも両軍が激突し8月1日に両国は戦線復刻した。日本は航海海戦に勝利して正海権を把握陸戦でもピョンヤン 王力公、旅順と優勢を維持し、陸海共同の異界への戦いに勝利し、新国海軍を降伏させた。日本はさらに直霊決戦の準備を進めたが、1895年4月17日に、締結された下関条約により戦争は終了した。結果、日本は賠償金2億テールと台湾を割上されたが、三国干渉により、両党半島は返還した。 日本は、この戦争に陸軍7個、師団24万616人を動員し、うち17万4017人が国外に出生した。真の兵力はこれをはるかに上回り、日本より優れた兵器も保有していたが、軍事システムは全近代的であった。8カ年計画は陸軍に重点が置かれていたため、陸軍は構成戦略に自信を持っていたが、 海軍はそうではなかった。しかし、公海海戦では単獣人での巡洋艦の即射砲による攻撃で、単王人での昇格攻撃を試みる、深刻艦隊に勝利した。戦費は2億3340万円で、外債は発行せず国内で調達したが、賠償金2億テールを得たことで賄うことができた。不評用の小銃として、第一戦部隊は、 国産の村田銃を使用したが、二戦装備として、幕末以来のスナイドル銃も使用されていた。大砲類は、青銅製の野砲、三砲を、大阪砲兵交渉で、ライセンス生産したが、厚生の大砲はすべて輸入に頼っていた。海軍の艦艇の多くも輸入されたものであったが、当時の最大艦であった、松島型防護巡洋艦の三番艦である橋立は、 横須賀造船所で建造された。松島型はフランスから招兵したルイ・エミール・ベルタンが青年学発思想に基づいて設計したものであったが、海軍はその性能に満足せず、英国に本格的な全土急戦艦である富士型二隻を発注した。しかし、収益は1897年で日清戦争には間に合わなかった。東アジアの地域支配が初めて、 中国から日本に移行した。朝鮮半島は完全に日本の支配下にあった。その後、韓国は日本の従属国になった。1910年8月29日に韓国併合に関する条約が成立。大日本帝国はこの条約に基づき大韓帝国を併合した。バルチック艦隊との決戦に出撃する連合艦隊日清戦争前とは異なり、 1896年度から1905年度の軍事費の7割弱が海軍に回されたことにより、日露海戦に先駆けて、戦艦6隻、装甲巡洋艦6隻からなる66艦隊が実現した。また、陸軍モロッコ士団が増設され、常設師団数は13個となった。日清戦争には勝利したものの、三国干渉で、 日本が弱体と見た朝鮮は今度はロシアに接近した。さらにロシアは1898年に両東半島の旅順、大連を清から咀嚼し、旅順には軍港を建設した。1900年に義和団の乱が発生するとロシアは満州を占領し、鎮圧後も撤兵を行わなかった。このロシアの南下策は日本に脅威を与えただけでなく中国における イギリスの権益にも影響を及ぼすものであったため、これに対抗すべく1902年に日英同盟が締結された。1904年2月8日、日本駆逐艦の旅順口攻撃により日露戦争が始まった。同日、日本第一軍が二川に上陸、北上4月30日から5月1日の王力公海戦でロシア軍を破り満州に入った。 第二軍は5月末に両党半島に上陸、大連を占領後北上し、特理寺の戦い、大石橋の戦いでロシア軍を破った。旅順のロシア太平洋艦隊は積極的に出撃してこなかったため、旅順要塞を攻略するための第三軍が編成された。これに反応してロシア艦隊はウラジオストクに向けて脱出を試みるするが、公開で 連合艦隊に敗れ、旅順に戻った。日本の第1軍、第2軍及び第4軍は、8月24日から9月4日の療養回線に勝利したが、ロシアは早期に撤退したため決定的勝利は得られなかった。1905年1月1日、旅順要塞が陥落し、ロシア太平洋艦隊も壊滅。第3軍は、方展に向けて北上を開始した。 3月1日、日本軍全軍24万人、ロシア軍36万人が、方展付近で激突。3月10日に、日本軍は方展に入場したが、ロシア軍の包囲殲滅には失敗した。その後両軍ともに攻勢に出る余力はなく、市兵外付近での退治が続いた。会場では5月27日から5月29日に、ヨーロッパから開港してきたバルチック艦隊が、 連合艦隊と激突し、バルチック艦隊は壊滅した。この後、ロシアも和平に向けて動き出し、アメリカ大統領、セオドア・ルーズベルトの仲介により、9月5日に、ポーツマス条約が締結され講和が成立した。日露戦争での日本の動員兵力は、約109万人であり、日清戦争の5倍に達した。また、外債によって、戦費を調達したのも特徴である。 約8200万ポンドの戦費が外債によって賄われたが、これは1903年の一般会計歳入は2.6億円の3倍以上に相当する。当初は外債の引き受け先を探すのも困難であったが、暴力航海戦の勝利後は高金利であったこともあり、応募が殺到した。陸軍の主力少獣である30年式不標獣、主力野砲である31年式速射砲は、 国産であったが、重砲や機関砲は輸入品であった。また、この頃から国内の軍事研究に基づいた日本軍独自の戦闘競技が開発されるようになる。海軍の戦艦及び巡洋艦はすべて輸入されたものであったが、日露戦争中に国産初の戦艦である薩摩が寄港されている。なお、薩摩は寄港時には、 世界最大の戦艦であったが、最初の土球戦艦であるドレッドノートが先に収益してしまったため、収益時にはすでに時代遅れとなっていた。日露戦争では、国力では劣勢でありながらも、戦力の運用や外交政策によって勝利を収めることができた。日清、日露両戦争の成果として日本は、自らの国防権を、 朝鮮半島と満州まで拡大することが可能となった。欧米諸国はロシアに対する日本の勝利をアジアにおける新しい地域大国の出現とみなした。日本はこの地域大国であるだけでなくアジアの支配的な力でもあった。14インチ砲搭載のちょうど急巡洋戦艦混合若宮。1914年9月世界初の海上空襲が行われた。 日本の法省は空母として設計、建造された船として世界最初に収益した。日露戦争後も軍備の拡張は続けられた。1912年までに海軍は12インチ砲搭載の全土球戦艦8隻、土球戦艦2隻を収益させ、日露戦争終結時点での4隻を加えて戦艦は14隻となり、さらに露客戦艦6隻があった。 1913年から1917年にかけては14インチ砲搭載のちょうど9戦艦4隻、ちょうど9巡洋戦艦4隻が加わった。陸軍も4個師団が追加され、合計21個師団となった。ロシアとの間に日露協約が締結され、満州の利権の分割に合意、日露関係は良好となり、大陸情勢は安定した。 第一次世界大戦が勃発すると英国は日英同盟を理由に参戦を要請し、これに応えて陸軍はンタ騰要塞を攻略し、海軍は南洋諸島のドイツ植民地を占領した。戦争が長引くと連合国はヨーロッパへの戦艦や陸軍の派遣を繰り返し要請してきたが、陸軍派遣は実施されず、海軍もインド洋と地中海に、 戦乱護衛のための駆逐艦を派遣したに留まった。大戦末期にロシア革命が生じるとシベリア出兵を実施したが、得るものは少なく新たに成立したソ連との関係を悪化させた。また、中国大陸では清が倒れて中華民国が成立していたが、日本は大戦中にドイツの中国圏域の前後処理に加え、 万望の日本権益問題や在下日本人の保護問題を含んだ対価21過剰要求を行った。要求の多くは正当なものであったが、秘密条項として権益拡大を求める日本の希望が含まれており、これがリークされ中国の反日運動を強めることになった。第一次世界大戦後も海軍は16インチ砲搭載の戦艦8隻、 巡洋戦艦8隻からなる88艦隊の実現を目指したが2隻が完成した時点でワシントン海軍軍縮条約が締結されネイバルホリデーが始まった日本は主力艦を英米の6割に制限され1912年以前に収益していた戦艦はすべて廃棄されたまた1930年のロンドン海軍軍縮会議により補助艦を 英米の7割とされた。陸軍も大戦後の不況により3時にわたって軍縮が実施され、1925年のうがき軍縮で4個師団が削減された。若宮はチンタオの戦いで世界初の海上運用機による空襲を行った。これは第一次世界大戦の最初の数ヶ月だった。戦艦機の1921年、日本は 世界で最初に空母として設計され完成した包鐘を浸水させた。その後、日本は世界最高の空母艦隊を開発した。ラッパーを水槽しながら、七春に入場する関東軍空母、かが、第一次上海事変当時は近代化改装前の三段、飛行艦班であった第一次世界大戦は国家総力戦となった。このため陸軍内に、 将来の戦争に備えるために、平時からの国家総動員準備、自尊のための経済権と資源の確保、これらを実現するための政治への積極的関与が必要との認識が生まれた。日露戦争後に日本は満州に特殊権益を有していたが、中国は統一政府が存在しない状態であり、さらに国権回復運動もあり、その権益は確固たるものではなくなってきていた。 このため、1920年代の後半には、陸軍は、満州、内モンゴルの分離、領有という構想を持つに至った。満州には、関東州と満鉄付属地の守備を目的とした、関東軍が設置されており、関東軍は、満州の軍閥である、張作林を支援していた。しかし、張作林は、満州にとどまらず、中国本土への野望を示して、国民党と構想し、 結果としてはこれに敗れた。この構想の影響が満州に及ぶことを恐れた、関東軍は1928年6月4日に国民党の仕業に見せかけて、長作人を爆殺した。その真相はすぐに知られ、息子で後継者となった長学良は、反日的姿勢を明らかにし、満鉄平行線を建設して、満鉄を赤字に転落させ、また、 在留邦人も危険にさらされることとなった。これを一挙に解決するため、関東軍は1931年9月18日に、流上湖事件を起こし、自衛を名目に軍事行動を開始した。関東軍は圧倒的に兵力不足であったが、9月21日には朝鮮軍が独断で越境して満州に入った。政府の不拡大方針や陸軍中央の 局地解決方針を無視して、現地軍は戦線を拡大していった。不拡大方針を貫けなかった、若月内閣は12月13日に総辞職し、犬飼内閣が成立した。長学良軍が積極的な抗戦を行わなかったこともあり、1932年2月初め頃には、関東軍は満州全土をほぼ占領、3月1日には、 新朝最後の皇帝であった不義を失勢として満州国が建国された。犬海内閣は満州国を承認しなかったが5.15事件で暗殺され斉藤内閣が成立した。国際連盟は立ン調査団を派遣し、およそ3ヶ月の調査を行った。調査団の報告書は10月2日に発表されたが、日本を 一方的に非難することはなく、名を捨て身を取ることを求めるものであった。しかし日本は公表前に満州国を承認しており、1933年3月8日に国際連盟を脱退した。満州事変により、上海でも反日運動が発生していたが、1932年1月28日には国民党第19総織軍が 日本海軍陸戦隊に対して攻撃を開始した。陸戦隊の兵力は2700人に過ぎなかったため、海軍は空母2隻を含む艦隊と陸戦隊7000人を派遣、さらに陸軍も上海派遣軍を編成、派遣した。3月1日に日本軍が7両工場陸作戦を成功させると19素地軍は撤退を開始、3月3日に戦闘は終了した。 5月5日には、上海停戦協定が締結され、日本軍は上海から撤兵した。第一次上海事変は、空母が初めて実戦に参加したほか、陸軍が研究していた上陸用集艇である大発も上陸作戦に使用され、その有効性が証明された。またこの際の戦訓から、上陸作戦支援のための陸軍特使船が建造され、後の日中戦争、 太平洋戦争で活躍することになる。土曜爆撃に使用された日本海軍の96式、陸上攻撃機、犬海内閣時代に一時的に行動派が陸軍の主導権を握るが、行動派はソ連の軍事力が増強される前に、これを叩くべきと主張していた。行動派に反感を抱くグループは統制派を形成し、その初期の中心人物が長田鉄山であった。 長田はソ連との戦争のためには日中関係の安定化が必須で、そのためには中国との戦争も排除するべきでないとしていた。また、欧州で再度の対戦が発生するのは避けられず、これに対応するには自給自足の経済圏が必要であるが、満州だけでは不足であり、中国北部も日本の経済圏とすべきと主張した。この考えに沿って陸軍は、 河北分離工作を進め、国民党は河北に鬼殺政務委員会を設置してこの圧力をかわそうとしたが民衆の反日感情は増大していった。他方、国民党の指導者であった小介石は中国共産党を主敵として日本軍との直接対決は避ける方針で、同時に中毒合作を行ってドイツから軍事顧問団を受け入れ、 軍事力の強化を図っていた。1937年7月7日、北京近郊の露光橋で、日本軍と国民党軍の間に偶発的戦闘が発生した。一旦は解決に向かっていたが、蒋介石は交渉を有利に運ぶため上海攻撃を決断し、8月13日、第二次上海事変が発生する。 国民党軍は統治下を中心とした防衛ラインに日本軍を誘引し、損害を共用する計画であった。上海の日本軍兵力は少数の海軍陸戦隊のみであったため、8月15日、日本は日古師団からなる上海派遣軍の派遣を決定すると同時に、海軍の陸上攻撃機による都洋爆撃も開始された。8月23日、上海派遣軍は、 上海北部沿岸に上陸。増強された日本軍は損害をこむりながらも、ゼイクトラインを突破し、11月5日に新たに派遣された第10軍による甲州湾上陸作戦が成功すると、国民党軍は南京に向かって退却を開始した。11月7日には、上海派遣軍と第10軍を統括する中シナ方面軍が創設された。 当初参謀本部は南京への攻撃は認めていなかったが、中止な方面軍は南京攻略を主張12月1日にこれが認められた。12月7日南京攻略戦が開始され12月13日に南京は陥落した。それに先立つ11月16日に国民政府は重慶へ戦としており12月7日には紹介席も 南京から脱出した。そのまま講和交渉は行われていたが、1938年1月16日、この F ・ミマロ総理は国民政府を対使とせずの声明を出して、交渉を打ち切り長期戦へと突入した。同年には国家総動員法が制定された。その後も日本軍は戦域を拡大していくが、東南アジアからの延焼ルートによる英米の支援を、 受けた重慶国民政府は、講和に応じなかった。重慶政府との早期講和は無理と判断した日本は、1940年3月30日に、王朝明に南京で新日政府を樹立させたが、南京政府を承認した国は少なかった。このような中、日中戦争の単独解決は、不可能で、一挙解決のためには、武力行使も含む東南アジア進出が必要との、 考えが生まれ、1940年7月には、南進論が国策として決定された。満州事変後から、陸軍は、師団の増設を検討していたが、1937年9月1日に12個師団が、追加編成され、太平洋戦争開始前までにさらに27個師団が、増設された。中国大陸への派遣兵力は、最大85万人に達し、 総軍たる、シナ派遣軍が設置された。海軍も航空隊を派遣した。実質的な全面戦争であったにもかかわらず、両国とも戦線復刻は行わなかったが、これは、欧米諸国との貿易が阻害され、形成能力が低下することを避けるためであった。他方海軍は1936年末に、ワシントン海軍軍縮条約が執行すると、戦艦2隻、 空母2隻の建造を含む丸3計画に沿って、艦艇、航空機の増強を行った。真珠湾攻撃日本による、占領地域の拡大大和日本海軍の主力例式、艦上戦闘機米海軍空母機動部隊、長崎原爆の木の国も1937年、日本は、米国の6分の1の産業能力を持っていた。日本の産業は、 日本の海外領土からの原材料の出荷と海外からの輸入に依存していた。日本の石油金融など米国からの原材料に対する経済的金融がますます厳しくなり、大日本帝国はアメリカとの対立を余儀なくされる。ソ連との間に独ソ不可侵条約を結んだドイツは1939年9月1日にポーランドに侵攻、第二次世界大戦が始まった。 翌年には、オランダ、フランスも降伏、イギリスもドイツへの対抗で、手一杯の状態となった。これは、東南アジア植民地の防衛力低下を意味し、このような状況の中南進論が具体化する。1940年9月23日、日本軍は、延焼ルートの封鎖を理由に、北部仏印進駐を開始、東南アジア進出の足掛かりを構築した。 9月27日には、日独遺産国同盟が締結されるが、日独ともに、アメリカの参戦防止を期待してのものであった。外相、松岡洋介はソ連を含めた四国同盟とし、さらなる対米抑止力の向上を主張したが、すでに独ソ関係は悪化しておりこれは実現できず、日ソ中立条約を結ぶに止まった。1941年6月22日に、独ソ戦が、 勃発、三国同盟による米国三戦阻止はほぼ期待できなくなった。陸軍は大祖戦を視野に入れて関東軍特殊演習を実施したが、すでに南進が規定方針となっており、ソ連進行は見送られた。その後も日米交渉は続けられていたが、7月28日の南部普通に進駐をきっかけに米国は態度を降下させ、 日本に対する石油の輸出を全面的に禁止した。参謀本部は10月15日までに交渉が妥結できない場合は改選を主張していたが、10月18日に、この絵文丸首相は辞職し、陸軍大臣であった東条秀樹が総理大臣となった。東条内閣は昭和天皇の意向に沿ってなおも交渉を続けたが、11月26日には、 中国からの撤退を含む春ノートが提出されると、交渉打決は不可能と判断、改戦が決定された。12月8日、陸軍の第25軍がマレー半島へ上陸、シンガポール攻略に向かった。同日に海軍の基地航空部隊がフィリピンを空襲、また6隻の空母から出撃した空母航空隊がハワイ新自湾を攻撃した。 真珠湾攻撃でアメリカ太平洋艦隊の戦艦部隊はほぼ壊滅した。12月10日にはイギリス東洋艦隊の戦艦、巡洋戦艦を海軍の陸上攻撃機が撃沈し、水上艦艇に対する航空機の優位性を証明した。その後も港田作戦は順調に進み、12月22日に第14軍主力がフィリピン上陸。 1942年1月11日に第16軍がボルネオ上陸1月18日に第15軍ビルマ侵攻、2月15日にシンガポール陥落3月9日にランインの連合軍が降伏5月下旬にはビルマ全土を征服フィリピン攻略は予定より遅れたが5月10日にはフィリピンのアメリカ軍は降伏したまたその間に香港 ウェーク島、グアム島、ラバウルを占領した。海軍は4月にインド洋作戦を実施し、イギリス東洋艦隊をケニアのキリンディにまで交代させ、第一段階作戦は完了した。1942年までに大日本帝国は歴史上最大のものの一つだった。これには満州、台湾、中国東部、カラフト町、インドネシア、フィリピン、マレーシア、 パプアニューギニア、インドシナ半島、ビルマ及び多くの太平洋諸島の植民地が含まれていた。開戦前の太イ・ミーラン省戦争終末促進に関する副案では、独位と提携して、まず A の屈服を図り前の継戦意志を喪失セシムルにストムムとされており、東南アジアの資源地帯を占領した後には、時給戦に移行する予定であった。しかし、 連合艦隊司令長官山本五十六は、長期戦は米国折りするのみであり、連続的な勝利のみが米国との早期講和を実現するとし、第二弾作戦としてハワイ攻略を主張した。その前哨作戦として、ミッドウェイ島攻略が実施されることとなったが、それに先立ち軍令部主導の米豪遮断作戦のために、インド洋作戦から期間中の空母2隻が派遣され、 5月8日に史上初めて空母部隊同士が交戦した。日本軍は米国空母一隻を撃沈一隻を中破するという戦術的勝利を収めたが使用した二隻の空母は損害を受けミッドウェー攻略に参加できなくなった。6月5日ミッドウェー海戦が発生、米軍は日本海軍の暗号を解読しており、また作敵の失敗もあって、 日本海軍は作戦に参加した4隻の空母を失うという大敗を起死した。8月7日、ソロモン諸島のガダルカナル島に米軍が上陸、その後半年間にわたって激しい陸戦、海戦が行われ、日本軍はガダルカナル島を放棄、また日米両海軍とも大損害を受け当面の間大規模な艦隊作戦はできなくなった。しかしながら、その後もラバウル基地を中心に、 航空船が展開され、日本の航空戦力は消耗していった。1944年になると、戦力を整えた米軍は、本格的な反撃を開始した。6月15日は、第31軍が守備するサイパン島に米軍が上陸。6月19日から20日にはそれに反撃する日本海軍との間に、マリアナ沖海戦が勃発した。 日本海軍は9隻の空母を中心に基地航空隊と協力して、米海軍の15隻の空母と決戦を行う計画を立てたが、海戦前に基地航空隊は壊滅しており、また空母航空隊も質量ともに米軍に劣り、空母3隻を失って敗北した。7月9日にサイパンの日本軍は全滅。絶対国防圏とされたサイパンの陥落により、 日本の敗北は時間の問題となり、東条首相は責任を取って辞職し、小祖国明が首相となった。10月20日1944年10月20日、米軍はフィリピンのレーテ島に上陸、10月23日から25日に史上最大の海戦といわれる冷ーテ沖海戦が勃発するが、日本海軍はここでも敗北し、以後水上部隊の組織的活動が不可能となった。 また、このサマール島海戦で初の神風特別攻撃隊が投入された。フィリピンの第14方面軍は翌年6月まで抵抗を続けたが、米軍はフィリピン各地に航空基地を建設し、東南アジアから日本への物資輸送を妨害、潜水艦による通称破壊もあり、1945年3月には南方航路は完全に遮断された。 一方、サイパンを占領した米軍は大規模な航空基地を整備し、11月24日から B-29 による日本本土空襲が開始された。当初は軍事施設に対する航空からの精密爆撃が行われていたが、3月10日の東京大空襲からは低空からの無差別爆撃に切り替えられたために民間人の死傷者が急増していった。 B-29 の不時着基地及び護衛戦闘機の基地として利用するため、米軍は2月19日に大島に上陸したが、日本軍は頑強に抵抗し米軍は大損害を受けた。沖縄戦では4月1日に米軍が沖縄本島に上陸を開始、日本軍は熾烈な航空特別攻撃を大量投入観光。 約11万人の第32軍が倍の兵力を有する米軍に対して自給戦術を採用して米軍に損害を与えていた。5月4日に犯行に展示総攻撃を実施したが失敗し6月23日に沖縄での組織的戦闘は終結した。沖縄戦では約9万人の日本軍の戦死者に加え民間人も10万人近くが犠牲となった。 一方、米軍も戦死約1万4千名、戦勝約7万2千名という損害を出した。ビルマでは第15軍がインド国民軍と共に1944年3月にインドを目指したインパール作戦を実施したが敗北し、1945年5月にはイギリス軍にランブーンを奪回されていた。シンガポール、マレー半島、ランインは日本軍の支配下にあったが、 すでに日本との交通は途絶しており、主源地帯としての意味はなさなくなっていた。中国では大陸打通作戦に勝利していたものの、戦局の大勢には影響を与えず、単独和平工作も失敗した。沖縄上陸、牧品工作失敗の責任をとり、小磯総理は辞任4月8日に鈴木貫太郎内閣が組織された。日本軍はなおも、 本土決戦の準備を続けたが、連合国は7月26日に日本軍の無条件降伏を求めるポツダム宣言を出した。1945年8月6日と8月9日、米国は広島と長崎に2つの原子爆弾を投下した。これら2つの爆撃の直接の結果として、推定15万から24万6千人が死亡した。日本には、 核兵器技術がなかったため、この新しいタイプの原子爆弾は驚くべきものだった。広島は全く準備ができていなかった。広島の建物の69%が破壊され、6%が損傷した。この時点で8月8日、ソビエト連邦は日ソ中立条約を一方的に破棄し、日本へ侵攻した。日本は百四十五年八月十五日に、 降伏し、1945年9月2日に、東京湾の戦艦アセスミズーリにて、正式な降伏文書に署名した。この降伏は、ダグラス・マッカーサー将軍、重光ミツ・ワ率いる日本代表団によって、各連合国の代表と共に最高連合軍の司令官として受け入れられた。1945年9月9日、南京で別の降伏式が開催された。 9日深夜から8月10日早朝にかけて、午前会議が行われたが紛糾し、鈴木総理は天皇の聖壇を仰いだ。天皇はポツダム宣言の住宅を表明、8月15日に日本は降伏した。1945年8月15日、昭和天皇の録音されたスピーチが一般に公開された。最後の文は、私は時の巡り合わせに従い、 らえがたくまたのびがたい思いをらえ、永遠に続く未来のために平和な世を切り開こうと思う、を示している。日本国憲法の施行により、日本の国号は大日本帝国から日本国に変更された。帝国は解体され、すべての海外領土は失われた。日本は1895年以前に伝統的な文化圏に縮小した。四つの主要な島、南西諸島、 南方諸島及び千島列島は歴史的に日本に属している。千島列島は最初、アイヌ民族が居住し、その後、江戸時代に日本の松前市に支配された。しかし、ソビエト連邦との北方領土問題のため、千島列島は含まれていなかった。戦争の過程で、日本は軍事技術、戦略、戦術において多くの重要な進歩を示した。 その中には、ヤマト型戦艦、空母革新、E400 型潜水艦、零式艦上戦闘機、神風特別攻撃隊、回転は人間魚雷、海流が含まれていた。自衛隊1952年5月3日、警察予備隊 DDH-183、出雲型護衛艦敗戦後に日本は、連合国軍により一旦は武装解除されるが、1950年に、 朝鮮戦争が勃発すると共産主義国家に対抗するために GHQ は当初の予定を繰り上げ段階別に日本の再軍備を進めることになった。1950年に創設された警察予備隊は7万名からなる警察力として組織されたが1952年には海上警備隊、保安隊、1954年には 保安隊と警備隊が統合され自衛隊として再編、変容していった。GHQ はさらに西ドイツ同様に国軍へ再編させる腹積もりであったが国民の急陸軍への悪感情を排除し自衛隊で止めたという逸話も伝わっている。また日本の国防体制では1951年に締結された日米安全保障条約に基づく在日米軍との 連携が強化されるようになり、防衛費も拡大されるようになる。再軍備や日米同盟は国内での反戦運動から合憲性を疑われた。自衛隊の正当性は戦前からの戦争責任と合憲性の観点から市民団体等による非難の対象となり、反基地闘争や安保闘争をもたらすことになった。冷戦が終結すると、 それまで自衛隊を一見として批判してきた社会党が自衛隊の合憲性を認め、さらに日米安保も堅持する方針が打ち出された。1997年の朝鮮半島有事を想定した日米防衛協力のための指針改定を経て、2015年には自衛隊による米軍の支援を世界規模に広げた日米侵害ドラインが制定されたほか、憲法の解釈変更によって、 集団的自衛権の行使が認められるなど自衛隊は従来の選手防衛から世界各地でアメリカ軍の世界戦略の一翼を担う戦力に変質しつつある。また有事法制の成立で防衛活動の法的整備が進むとともに世界各地への平和維持活動やイラク派遣などの政策が実施されるようになった。パキスタンイスラム共和国で 国際緊急援助活動を行う、大院陸上自衛隊とアメリカ陸軍、オリエントシールド2017、開会式湾岸戦争の間、日本国憲法の制限のために自衛隊は参加できなかったが、日本は100億ドルの金銭的貢献を行い、軍事ハードウェアを送った。日本が部隊を派遣できないことは大きな屈辱とみなされ、財政的貢献を行うだけでは日本は、 国際的な尊敬を得られないことを学んだ。軍事計画者は日本の平和主義外交政策から離れることを決意した。日本自衛隊は国連の国際連合平和維持活動や災害救援など数多くの国際平和維持活動に参加してきた。1991年から2016年まで自衛隊は約32件の海外派遣をした。これらは主に東南アジア、 南アジア、中東にあった。2007年1月9日から防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行により、防衛庁設置法が防衛省設置法に改大され、防衛庁は防衛省に改められた。2010年以来、様々な政策により、外交政策における日本の軍隊の役割が増加した。日本の2010年防衛計画の対抗は、 防衛政策を旧ソビエト連邦から中国への焦点から変更した。2013年6月7日、安倍内閣は国家安全保障会議を創設するための関連法案を閣議決定した。防衛費を10年間削減した後、日本は2013年に防衛予算を増やした。日本の内閣は2013年12月に国家安全保障戦略を承認した。 中国は南シナ海と東シナ海の現状を一方的に変えるために空と海で軍事力を使用している。これは確立された秩序に反する中国の主張に基づいている。中国はまた軍事及び国家安全保障政策の透明性に欠けている。自衛隊は世界で最も技術的に進歩した軍隊の一つである。自衛隊は 2015年のクレディスイスレポートで従来の能力において世界で4番目に強力な軍隊にランクされた GDP のわずか1%で世界で8番目に大きい軍事予算を持っている平和安全法制我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案 2016年3月29日午前0時から施行された。内閣府による2018年1月の調査では89.8%が JSDF に対して良い印象を持っていることが分かった。日本は2018年4月7日に第二次世界大戦以来の最初の海兵隊である水陸機動団を起動した。彼らは 日本の島を占領している侵略者に対抗するために訓練されている。防衛省は2018年度に主に中国とロシアの未確認航空機に対する航空自衛隊ジェット機による999のスクランブルがあったと報告した。638は中国の航空機であり、343はロシアの航空機だった。二千十九年六月二十日。 二台のロシアの爆撃機が同じ日に2回日本の空域に違反した。日本を平和主義国から軍隊のある普通の国に変えることへの支持が増えている。2019年4月、共同通信社の世論調査では日本国憲法第9条の変更を支持するとの回答が45%に及んだ。2019年の時点で尖閣諸島、竹島、千島列島において、 領土紛争がある。ありがとうございます。